紅白リハ、篠原涼子28年ぶり紅白オファーに率直な驚き、え、なんで、なんで私、大晦日、第73回 NHK 紅白歌合戦、57、20、のリハーサル2日目が29日、東京、渋谷の NHK ホールで行われ、女優の篠原涼子、49、が28年ぶり出場の報告を受けた驚きを語った。 1994年に発売し累計200万枚を売り上げた恋しさと切なさと心強さとで出場して以来の「紅白」今年は篠原が新たに恋しさと切なさと心強さと2023をレコーディングして話題になった黒いシャツにジーンズというラフな姿で囲み取材に臨んだ篠原は出場を聞いた心境について出ると伺った時はえ なんでなんで私というと驚きがかったというがすぐに嬉しく受け止めたいなと喜びに変わったというもともと歌手志望だった篠原そもそも歌が好きだし知らず知らずのうちに演技になり歌から離れていってしまったところがあるので自分の目標が歌というのは変わらないと歌うことへの思いをストレートに表現 今後の歌手活動についてもありえたらいいなと個人的には思っていますと前向きに語った人前での最後の歌唱について聞かれると思い当たる節を振り返った先ほど司会の大泉洋くんと話してて「派遣の品格」の中で最終回で歌を歌うんですねそれ以来マイク持ってないかもってみんなで笑ってたんです カラオケとかかもやらなないいじゃないですかあれ以来一切歌ってないなというみんなの前でという意味でと裏話を明かした久々の人前での歌唱ということでトレーニングにも余念がないという「体力づくりとかすごい太ったんでコロナでというよりは作品の役作りで」でそれを絞るという意味でも体力を鍛えたりしないと腹筋が 歌を歌えないという話なので発声練習とかボイトレとかはお願いしましたこの日の囲み取材もマスク姿で登壇喉のケアにも余念がなかった73回目を迎える今年の「紅白は」は改修工事を終えた NHK ホールで2年ぶりに開催同所での有観客での開催は3年ぶりとなる 司会は大泉洋3年連続と橋本環奈初桑子マホアナウンサー2年ぶり4度目スペシャルナビゲーターとして嵐の櫻井翔も参加する大鳥はミーシャ白組鳥は福山雅治がそれぞれ務めるゲスト審査員は嵐松本潤プロフィギュアスケーター羽生結弦さん プロ野球ヤクルト村上宗隆内野手、サッカー日本代表森保一監督、女優芦田愛菜、黒柳徹子、福原遥、歌舞伎俳優、坂東弥十郎、アーティスト西村耕堂、新国立劇場舞踊芸術監督の吉田都が務める。テーマは「ラブピースみんなでシェア」。